お疲れ生です。お疲れ生です。これだよこれ。わあこれは忘れた。送ってきてくれた。これありがとうございます。ね、そうですよ、わざわざ飲ませていただきます。ありがとうございます、ね、ということで。ということで。ということで今日は平田ヘッドの。そうなんですよ。阪神の平田ヘッドのコメント記事が出ましたけれども、はい、今年の春のキャンプで、はい、佐藤輝明選手を守備の強化指定選手に岡田監督が指名、それについて平田コーチがこと細かく詳しく説明してくださったというところで、はい、1月19日にスタッフ会議が開かれ、1軍2軍のメンバーの振り分けや練習メニューなどが決められたんですけれども、佐藤輝明選手、居残り&早出特殊が組まれる見込みということで、はいはい、もっと上手くならなきゃいけない選手は特殊、普通でしょ、うん、佐藤輝明選手、侍ジャパンに選出されていて昨年秋のキャンプには参加できていないから、岡田監督もそういうのでしょうと平田コーチはおっしゃっていると、うん、で岡田監督はかねてからキャンプはコーチが主役と話していて、各担当コーチが相談してメニューを組む。その中でも平田ヘッドは、岡田監督は毎日誰が特打特殊をした、誰がブルペンで何球投げたとか見ているからねと、うん、でやっぱりその佐藤輝明選手は去年三塁に専念したもののエラーが20、はい、で糸原選手やナベリオ選手にスタメンを譲る試合もあったというところで、まあ、やっぱりそこはいくら、ね、中心選手だったからといえ、まあ、課題だよね、うん、まあ、もちろんその佐藤輝も受ける準備はしてたと思うよ、特気持ちの中で、はい、うん、だから別に言われなくたってやりますよみたいな、うんうん、あ、多分選手の立場からものを考えると多分そうだよね、うん、で、まあ、20のエラー、はい、エラーっていうのはピッチャーにね負担もかけるし、チームの流れも変わってくるしね、はい、だからそこら辺は里取も分かってると思う、うん、これでいいっていうような選手はいないからね。そうですね、守備に関して守備に関してもバッティングに関しても全てにおいてね、うん、はい、だからその中で課題といえば里取は守備という、はい、まあ、バッティングもそうだけども、まあ、だけど年々成長してきてるからね、うんうん、これ特殊となると、はい、普通の人とはどういうこと違う？いや、数多く受けるっていうだけの話で、それはその通常メニューが終わって後な、朝って言ってたよね、はい、それは朝にじゃあやる、そうそうそう、あ、早出して、まあ、ちょっと早く出て、あ、まあ、全体練習に間に合うように受けて、それから全体練習に入っていくというね。本来だとやっぱりその若手だったりする選手が多いわけ。若手じゃないまだそれもそうか、ああなんかちょっと貫禄あったね、もうやっと3年目終わったぐらいでしょ。そうか、そうだよ、まだまだやっぱり鍛えれるうちっていうのは、まあ、そんなに長くないしね、うん、まあ、受けれる時に受けといた方がいいよね、うんうん、そこはやっぱりセカンド中野選手、ショート木浪選手とはやっぱりちょっと違うっていうことですよね、うん、エラーだからね、基本反復だよね、うん、よくね特殊って言ったらもうドロドロになって、うんうん、うわとかさ、飛びついたとかさ、そんなんじゃなくて本当に基本ボールを取る基本、うん、はい、で横に振っても絶対飛び込ませない、あ、足で取りに行かせる、あ、まあ、これがやっぱり一番いいんだよ、はい、飛び込むと楽なんだよ、うん、そこでね3秒ぐらい稼げるんだよまあ例えば時間でやるとしたらね、はい、いやそうじゃなくて守備範囲が狭くなるし飛びつくと、うん、はい、だから飛びつかさないようにもう本当に基本の反復、はい、やったらいいと思う、うん、うん、そうしたら上手くなると思う。その通常のキャンプでの守備練っていうのは連携だったりとか、よく後ろに並んでて次々にボール取っていくって感じじゃないですか、うん、はいはい、早出特殊になるとそれが1対1になるっていう、まあ、多分1対1か1対2ぐらいだよね。あ、後ろもう一人選手いてっていう、そうそうそう、いやだから、まあ、でも反復練習をやるんだったら基本ってきついことなんだよ、うん、腰を割ってっていうかさ、一つ一つの動作がこう本当に負荷がかかるというか苦しいんだけど、まあ、それをやった方がいいね、今のうちにね、まあ、豊さんももちろん内野されててサードもやったことがあると思うんですけども、うん、その佐藤輝明選手のサードを見ててどんなことが足りない、これやったらまたさらに伸びるよっていうのはどこなんですか？あのね、ちょっと軽率さがあるんだよね、あ、取れたと思ったところで取れないとかさ、はい、まあ、そういう軽率さがあるんで、そういう積み重ねによってより大事に取るというか、うん、まあ、そういうことが生まれてくるし、その特集を無駄にしたくないんだったら、はい、エラーしたくないっていう思いが強くなるよね、はい、そういうところまでいけるといいよね。
そうですね、それにはやっぱ基本に最初は忠実な練習、うん、そうだね、バッティングっていうのはね、いろんな形っていうのはあると思うけども、守備っていうのは一つの形っていうのはこれは大切だからさ、うん、いろんな形はないから、はい、うん、だからそこら辺を掴んでほしいなって、うん、センスのある子だから、はい、掴むと早いと思う、うんうん、横に振り回すんじゃなくて、もう正面をいかに基本通りに取れるかっていうことをやった方がいいね。だからそんなにハッ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 言ってさ、そうそう、泥だらけの、もう泥だらけで顔をくしゃくしゃでさ、タオルがいる、ちょっと水をくれみたいな、そんな練習はいらない。あ、そこはいらないんですか。いらないと思うよ俺は、うん、やっぱこうしっかり取る練習をする、うん、まあ、それだけでいいと思う、うん、あとはあの支配下登録させたばかりの野口選手、はい、で野口選手はまずは本職の外野に専念させる考えみたいだけど、小野寺選手はサードとか一塁でも競わせるんじゃないかなというふうに平田ヘッドはおっしゃっていて、かな、どうなんですかね。かなじゃないよね、多分競わせるよね。あ、一塁も三塁、そこはだって、まあ、佐藤輝明選手、やっぱ刺激だよ。へえ、うん、まあ、大山外すっていうことは多分ないと思うけども、はい、佐藤輝明も基本的に外すっていうことはないにしても、はい、でもやっぱりより気持ちを入れてもらうために競わせているような形を取るというか、うんうん、それとやっぱ危機管理だよね、はい、もしも何かあった時に、うん、例えばスランプが長い選手だから、はい、あった時にそこに差し込まれるように、うん、まあ、鍛えておくっていうことはそれは考えてると思う。そうですよね、うん、じゃあ今のところの構想でいうと三塁っていうと、もちろん佐藤輝明選手筆頭にそこに例えば渡辺亮選手とか、うん、糸原選手、はいはい、で小野寺選手、何かがキャンプではこう4人一列になるシーンがあるの、まあ、あるだろうな、うん、まあ、糸原は二遊間も入ってみたり、はい、うん、サードに入ってみたりとか、はい、まあ、そういうこともあるんじゃないの、中には、うん、ナメリオもそうだと思う。あ、そうなんだ、まあ、例えばセカンド入ってみたり、はい、サードに入ってみたりっていうことはあると思う、うんうん、今回は、ね、佐藤輝明選手がやっぱ早手特集、平田コーチはおっしゃってましたけれども、もし豊さんが阪神のコーチであれば、阪神のこの選手鍛えたいなっていう、あの守備の面特集したいな、特集したい、やっぱ佐藤輝かな、やっぱそうか、やっぱあの子が育つと体大きいしさ、はい、スター性あるし、いいサードになると思うよ、うん、だから掛布さんより上じゃないかって言われるようにさせたいよね。掛布さんは守備、いや、守備上手かったね、上手かった、うん、まあ、長嶋さんの真似はしてたと思うけどね。あ、いいライバルというか、いい先輩というか、見本が、ね、もうなんかこうやって土舐めるんだよ。なんか土舐めてるっていうよりもなんかこうやってこう乾きっていうかさ、あ、もうなんか石が出てくるんじゃないかっていうのをちょっと心配すらしたけどね。真似なんですか。いや、真似かどうか分かんないけど、うん、なんかこうやっぱ昔のサードを守る人って基本的に長嶋さんっていうスターがいたから、はい、だからその人に似てくるよね。みんな真似するんですね。そう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 、だからまあ阪神では掛布さんみたいな、うん、その次にまあサトテル、はい、だからサトテルが掛布さんを抜いていけるようだといいな、うんうん、でもそのパワーとか、はい、ダイナミックさっていうのはサトテルも持ってるから、やっぱそこまでやっぱ伸ばしてほしいなと思うよ。そうですよね、まあ、今年も豊さんキャンプ見に行かれると思うんですけれども、はいはい、佐藤輝明選手の早出特集の模様なんかも見られるんですか、豊さんですよね。だな。早い時間、あのね、まあ、例えば10時から始まるとしたら、うん、多分9時からやると思うんだよ。お、9時ぐらいから、はい、ということは我々はホテルを7時には出なきゃいけない、うん、そうでしょうね、ということは6時に起きなきゃいけない。そうですよ、いいね、楽しいな。9時に終わって10時に終わってそこから即出しますよ。あ、今スタッフから来ました、一緒に行くスタッフから。すぐそこを出せるのかね。で9時から特集を見て、特集の映像って撮れるのかね、出していいのかな。そうなんですかね、それは多分阪神さんとのなんかあるのかもしれないですけど、出せなかったとしても、はい、豊さんが見てきた感想はあのいつも の, あのベンチというか外で身振り手振り、そう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 サブグランドね。そう、サブグランド、ちょっと待ってくださいそんな感じで、そう、あれね、ああ、シュールだったんですけど、すごい皆さんから好評だったんですよ。何が、やっぱ現場に行ってる感あるよねって。それあるよね。そう、いや、だから映像は使えないにしても見てきたことを再現、どんな感じで特集やっていたのか、佐藤輝明選手のその動きどうだったのか、こんな練習していたよっていうのはやっぱ皆さん知りたいし、
誰が打つんかな、ノックを。誰、どなたなんですか。ババさんですか。あ、ババが打つのか、平田ヘッドがお疲れが回って出るのか、打つのか、あれね、ノッカーによってもね、下手になるとか、まあ下手になるっていうことはないけど、うまいノッカーってやっぱ育てるよ。あ、そっか、うまいってあるんですか、ノッカー。いや、あるある。平田さんは多分下手だと思う。じゃあババさんの方がいいんですか。ババの方がいい、ババの方が。そうか、そこはババさんにしてって思いますけどね。ババもね、一緒に DeNA でやったけど、はい、面白いからね、あいつボソッと言うことが面白い、ね。まあ、言ってましたよね、ボソッとした一言があって言ってましたけれどもね。豊さんがその模様を現地からリポートもしてくださいますし、まあ、まあそうだな、頑張ろうね。でキャンプに行って、まあ、その映像を回せないにしてもグランドレベルでちょっと選手の声とか息遣いとか聞いたりとか。ああ、それはもう監督を筆頭に、まあ、いろんな選手と話をしてみたいけどね、うん、特にそのね、今回その特殊に名前上がってる佐藤輝明選手なんかのその特殊のどうとか、そういう生の声を拾っていただけると嬉しいです。そうだね。もう10時には寝ないとな。そうですね、あの夜更かしとか遊んでられないので、まあそうだね、もう9時か10時には就寝してください。はい、はい。